第3大川橋梁を渡る、藍津鉄道小田泥展望列車。第3大川橋梁は、福島県南藍津郡下郷町の阿賀川に架かる、藍津鉄道藍津線の鉄道橋である。国鉄藍津線の上見寄駅湯の上駅間の延伸工事に伴って1932年に完成した、桑原駅湯の上駅間の阿賀川に架かる全長124メートルの橋梁である。 大川ダム建設による阿賀川の増水を考慮して、1980年に現在の橋梁に掛け替えられた。また、本橋梁は1980年度の土木学会、田中賞を受賞している。初代は、単線上路、ワーレントラス一連、上路、プレートガーダー四連の形式である。2代目は、単線上路、ワーレントラス一連、上路、プレートガーダー四連の形式であり、 横川橋梁を作所制である。トラスの鉱材には塗装を必要としない対抗性鉱材が採用されており、設計、思考の先駆的存在でもある。合津線9線は本橋梁の桑原方で分岐し、トンネルを通過後、阿賀川の名所、目覚ましが淵にかかる第二大川橋梁を渡っていた。ありがとうございます。